いのかな。とにかくこうやっていけばどうにか変わるんじゃないかって、はい、沖縄の基地問題でも、はい、みんなめげずに県民、この先輩方がずっとずっと長年やってきて、少しずつなんだけど変わってきてるっていうところがあるので、辺野古もめげずに返還して、工事中止してほしいなっていうので、一番そこが あともう生活区っていうのが、私実は民生やってるんですけど、やはりバイトが切られたとか、学生が学校も辞めたとか、どうしましょうとかっていうのを聞いてるので、そういうところでもやっぱり政権を変わって、世の中全部国民にどうにか過ごしやすい社会ができるようにっていうところの思いがあって、今回は来ました。この曲調にしてエッセイスト、ブルゲン亀吉元衆議院議員、東京都社会大衆党県議会議員を代表する、今回一区のこの一区の候補者です。頑張りましょう。皆さん、赤嶺政権さんは2000年の初当選以来、7期21年、沖縄の平和の心を国政に届けて全力で頑張ってこられました。初当選以来の国会発言765回、民意を踏みにじる辺野古の新基地建設ストップ、建白書の実現をと気迫の論戦を繰り返してきたのが赤嶺政権さんです。受給額が下げられて10年間洋服を一度も買ったことがないと涙ながらに訴えておりました。非正規の労働者が一番厳しい状態になりました。沖縄の働く人々のほとんどは非正規です。若者や女性がコロナの犠牲になりました。コロナの犠牲になった人たち、傷ついた人たち、この人たちの生活支援をすること、それだけではありません。コロナで大富豪は株で大儲けして6兆円の財産を24兆円に増やし、私たちは22万円も所得を減らしました。4人の候補者がその私たちの背中を強く強く押してくれるために立候補を決意していただきました。この沖縄一区では赤嶺政権さんです。これまでも国会において沖縄県民のこれまでの歴史的な長い苦しい戦いを、これからの将来の子どもたちの笑顔に変えるために、政府に対してうちのあんちはこう思ってる、こういうことを大切にしている、皆さんは気がつかないかもしれないけれども、これは沖縄県民の問題ではなく、例えば地位協定の問題でも全て日本国民の問題であるということを理解しなければいけませんよということを、時に説明をし、時に理解を求めながら、しかしうちのアンチの思いと将来にかけるその気持ちをしっかりと訴えてこられたその人です。絶対に負けるわけにはいきません。沖縄県民の誇りを持って私は国会で頑張ります。どうか皆様の大きなご支援、大変な激戦になっております。あと一回り、あと二回り、赤嶺政権の支持の輪を広げてください。心よりお願いを申し上げまして、
訴えを終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。短期決戦、大変激しい戦いとなっております。オール沖縄の赤嶺政権を、オロクンジの赤嶺政権を沖縄一から引き続き送り出してください。オール沖縄4人全員の勝利で政権交代を実現させましょう。ご協力ありがとうございます。